内閣改造でいくと、辞められる閣僚の補充をして、それでやっていくということに決定いたしました。侵略戦争協力者追放のマッカーサー司令部旋風に吹きまくられて、瓦解に瀕した秀原内閣は、13日、一部閣僚の入れ替えだけで居座りを強行。その顔ぶれは、旧態依然というよりも、むしろ時代に逆行するものとして、ごうごうたる人民の非難はさらに高まりました。一方、秀原市長は、世田谷の指定で内閣同様一歩も動かず、ガラス戸の外を吹く嵐をよそに、日向ぼっこを続けておりました。